第2試合、3カ国対抗3ウェイマッチ、スペルクレイジー対ジョナロック対エクストララージ。これより行われます3ウェイマッチは3人同時に戦いますが、バトルロイヤルのような勝ち残りではなく、最初に勝った選手が勝者となります。第2試合、5-5-1リージョナル3ウェイマッチ、20分ポジションを行います。日本から遠く離れたメキシコ、チリ、オーストラリア、3カ国のレスラーたちが3ウェイマッチで戦います。まず登場はチリ、エクストララージです。華麗な空中技、南米チリのタイフーン、エクストララージ。3ウェイマッチでどのような台風を巻き起こすんでしょうか。ペサディーヤ選手が負傷欠場ということで、残った3選手による3ウェイマッチになりました。オーストラリア出身、ジョナロックです。まさにサモアモンスター、 TMDK 所属のジョナロック。エクストララージとは対照的に、ゆっくりのっしのしとこのミドリングに上がってきました。今年1月ノアに再登場、ジョナロック。サモアンモンスターが 3A マッチでどんなパワーを見せつけるんでしょうか。そしてエクストララージ、ジョナロックよりも格上です。第16代ジュニアヘビーのタッグチャンピオン、スペルクレイジー。今日は新しい曲に切り替えて、新規一点この3ウェイマッチに臨みます。スペルクレイジーといえば、ここ最近マラカスを振っての登場、子供たちにも大人気、その姿がありました。ただ今日は曲を変えて 3ウェイマッチ、何が起こるかわからないこの危険な緑のリックに進みます。さあ、今姿を現しました。マラカスを持つその姿は変わりません。メキシコの国旗をあしらったこのコスチュームでゆっくりと登場です。現在メキシコ、チリ、オーストラリア、いずれもこの3月でも最高気温30度を超えるということです。ここ最近の日本とは正反対の気候の、その3カ国からやってきた3人のレスラーたちが3ウェイマッチを行います。いつもよりは少し引き締まった表情にも見えます、スペルクレイジー。メキシコのスペルクレイジー、そしてチリのエクストララージ、オーストラリアのジョナロック、3人による 3A マッチ、いよいよ幕開けです。第2試合は 3A マッチ、20分の一本勝負です。3選手のうちいずれかがいずれかをフォールやギブアップで勝利した時点で試合は終了となります。ジョナロック、エクストララージ、スペルクレイジー、どのように頭を働かせて誰が誰を狙っていくんでしょうか。今ゴングが鳴りました。これは三者三様分かれていきましたが、ジョナロックがまずはスペルクレイジーを捕まえていった。その状況をまずは見ているのはエクストララージです。そして残されたエクストララージ、ジョナロック、串刺しでまずはジョナロック強烈なラリアットを放っていきました。そしてまずは場外でその様子を今度は伺っていこうというのはスペルクレイジーです。いずれかがいずれかをフォールやギブアップで勝利した時点で試合終了。ここは後ろからスペルクレイジー、飛びます、飛びます、おっと飛びます、宣言が出ました。ここはジョナロックにボディープレス、さあカバーに入る。ただカットに入るのはエクストララージです。チリ出身のエクストララージ、首都のサンティアゴからやってきました。
華麗な空中技を持っています。ただスペルクレイジーにも強烈な華麗な空中技、ここにジョナロックが入ってくる。持ち前のパワーを見せていきます、サモアンモンスターのジョナロック。そしてジョナロックがここはスペルクレイジーを捕まえていきました。いや、エクストラージェン振っていきました。さあ2人まとめて圧殺するのかジョナロック。さあ串刺しで体を浴びせていきました。スプレクレイジーに対してカバーに入る 2.23 カバゴエ大会では、おっと今度はエクストララージ、あの石森大治からも3カウントを奪っているというこのサムアンモンスターのジョナロックです。ただこのようにしていますと 3A マッチですので、スプレクレイジーが今度はテイクのドロップキック、いやここはエクストララージに行きました。ジョナロックとスペルクレイジーが組んだ形です。さあ今度はさらに加速させてスペルクレイジー、あったジョナロックに行きました。頭いいね私。笑顔後のスペルクレイジー、4度の防衛にも成功した第16代のジュニアヘビー級タッグチャンピオンです。パートナーはリッキー・マルビン。さあそしてその間にエクストララージ、ミサイルキック高い打点で飛んできました。巻き込んでいく、ここは1枚上手はスペルクレイジー。 3A マッチですので誰か2人が、まあ、おっと組んでいくかのかとも思われましたが、それぞれがそれぞれを狙っていくという展開になっている。ただ 3A マッチですのでスペルクレイジーのこのように休憩時間も取れるという、それぞれのその頭も試されるというこの第2試合です。エクストララージには強烈な切りもみ式のダイビング戦闘もあります。さあ場外に落としていく。さあ南米チリの台風、華麗な空中技見せるかどうか。コーナーから場外に対してどうする、2人に対して、おっと1回飛んでいった、空中で1回転、会場を沸かせます。先日3月1日には熊野仁相手に、まあ、日本のリングで初勝利も挙げたというエクストララージ、後方回転で飛んでいきました。さあエクストララージ、いやここでジョナロックが待っていました。場外に引き出して、おっと鉄柵の外、ジョナロック、おっと少し今出血もあったでしょうか。さあ切り込み、あっとここはよく見ていたスペルクレイジー、どうするこのまま、おっと垂直落下、どうだカウント3、華麗な空中技見せたエクストララッシュ。ただスペルクレイジー、やはり格上、あっという間に垂直落下で試合を決めました。ジョナロックは場外、その間にスペルクレイジーが試合を決めました。第2試合の 3A マッチ、メキシコのスペルクレイジー、チリのエクストララージ、オーストラリアのジョナロック、3人で行われました。ただ最後はメキシコのスペルクレイジー、クレイジードライバーで4分09秒試合を決めています。第16代のジュニアヘビーのタッグチャンピオン、今日は GHC ジュニアタッグのそのタイトルマッチも行われますが、またタイトル戦線へとこの男が戻ってくることはあるんでしょうか。新しい曲で新規1点、スペルクレイジーが3カウントを奪っています。ただジョナロックも持ち前のパワー見せていきましたが、この 3A マッチでは3カウントを奪うことはできませんでした。エクストララージの空中技も炸裂しましたが、第2試合の 3A マッチ、メキシコのスプレクレイジー、クレイジードライバーで試合を決めています。